クラークスを解説するぞー。やったー。カジュアルシューズの生みの親とも言われているクラークスは、海外セレブファッショニスタの着用や大手セレクトショップからの別注発売など、近年かなり勢いを増しているブランドだよ。実はアディダスクラークスとのコラボシューズがついこの間発売されたけど、約1000人もの大行列ができていたと聞くんだぜ。最近よく耳にするブランドだから、歴史含めてどんな魅力があるのかを教えてほしいんだぜ。マカ先輩、ブランドを代表する2つの人気モデルや、着用している有名人も紹介していくから楽しみにしていてね。それじゃあゆっくりしていってね。4月こそ投稿頑張ります。毎月言ってんじゃねえか。まずはクラークスの歴史から話していくね。クラークスはどこの国で創業されたブランドなのかはわかるかな？全くわからないんだぜ。イギリス発祥のブランドなんだ。昨今、全身コーデのドレス感を引き締めるために、足元に程よいドレス感のカジュアルシューズを合わせるコーディネートが定番になってきているけど、そこでクラークスのシューズが大活躍してくれると話題になっているんだ。スニーカーほどカジュアルではないし、革靴ほど厳格でもないタイプの一足であるカジュアルシューズを提案するブランドだもんな。最近はストリート系のコーディネートにも合わせている人が多いとも思うんだぜ。ちなみにクラークスは最近できたブランドなのか？1825年にイングランドで始まった靴ブランドだね。実は90年代にもクラークスはかなり人気を集めていたから、90年代ファッションのリバイバルという形で注目が集まっているんだと思うよ。以前解説したレッドウィングのようなものだね。一周回ってまた流行るってやつか。1825年創業ってことは、現存する英国靴ブランドとしてはかなりの古参なんだぜ。そうだね。クラークスの哲学は、靴は履くではなく包むものであり、創業当初からこの哲学をもとに商品開発を行い、圧倒的な地位を築いたブランドなんだ。クラークスの始まりは、二人の創設者クラーク兄弟が作ったボア付きの羊革のスリッパだったんだ。人の足を柔らかいボアのついたシープスキンで包み込んだら快適だろうなという純粋な履き心地への思いこだわりこそ、ブランドの原点だったというわけさ。創業当初の哲学が、約200年にわたって受け継がれているってことなんだぜ。歴史の長い靴の英国ブランド、例えばジョン・ロブ、トリッカーズと比較して、クラークスは武骨さがないというか、厳かな英国革靴らしさが薄いと写真を見て感じたんだぜ。カジュアルシューズというジャンルを確立したブランドと言われているだけあり、それらのブランドとはジャンルが異なるからね。1950年に誕生したデザートブーツが立役者となり、クラークスはカジュアルシューズブランドとして認知されるようになっていったんだ。ここで豆知識。デザートブーツは、当時のブランド当主であるネイサン・クラークが、第二次世界大戦従軍中に目にした靴をアイディアソースにして開発したものなんだぜ。休日コーデで活躍するカジュアルな一足や足元を少し引き締めるドレカジな靴といった、カジュアルとドレスのバランスを取った靴が現代のファッションとして当たり前のように存在しているけど、その価値観の原点はクラークスのデザートブーツだと言われているんだぜ。ちなみに、デザートブーツが日本に上陸したのは1964年のことなんだぜ。1950年当時は、靴の選択肢は非常に両極端だったんだ。例えば、軍人だと軍歌かサンダルが基本で、一般人だとドレスシューズか仕事靴というように、中間的な存在の靴がなかったということだね。使わなくなった軍歌仕事靴を普段使いにしたりと、ファッションとしての靴がほとんど出回っていなかったってことなんだぜ。そこに登場したのが、クラークスのデザートブーツというわけさ。新しい概念だったこともあり、当時はすぐに普及はしなかったんだけど、アメリカで大ヒットした後に、逆輸入という形でイギリスで受け入れられたのさ。当初はクラークスの社内でもデザートブーツに対するネガティブな意見が多かったそうだ。それほど、当時のイギリスからすれば変わり種の靴だったってわけだね。なるほどなんだぜ。最初は快適なスリッパを作る会社として始まり、長い年月をかけて多くの国に認められていき、世界に誇るシューズメーカーへと成長していったってことなんだな。実は、靴だけが評価されてここまでの会社になったというわけではないんだ。世界に先駆けてアッパーとソールを縫い合わせるミシンの開発や、ソールカットマシンの開発、防水革靴の商品化など、現代の靴産業に大きく貢献する数々の技術を開発し、徐々に頭角を表してきたブランドなのさ。そして以降、シューズに関しては常に世界をリードするメーカーとして地位を確立したというわけだね。世界の靴の水準を引き上げたブランドの一つと言っても過言ではないんだぜ。では今から、クラークスの代表的なアイテムを紹介していくね。まずはじめに紹介するのは、ワラビーだ。1966年に登場したこの靴は、クラークスの哲学、靴は足を包むものを形にした定番モデルであり、クラークスの中でも今一番人気があるんじゃないかなと思うよ。ワラビーという名前は、お腹に袋がある動物にちなんで命名されたんだ。ワラビーが子供をお腹の袋に入れて過ごすのと同じように、革が足を包み込むように作られたデザインのシューズだからワラビーという名前にしたということさ。可愛らしい名前なんだぜ。ちなみにいくらくらいなんだ？2万円から3万円くらいだね。
素材やカラーが異なる様々なモデルが展開されているから、どれを買ったらいいのか迷ってしまう人も多いと思うけど、個人的にはオールブラックモデルが一番汎用性が高いと思うよ。Y はベージュが好きだけどな、なんでオールブラックモデルが使いやすいんだ？ベージュカラーなどの明るい色だと、どうしてもカジュアル色が強くなっちゃうんだよね。ビジネスシーンにも合わせられるオールブラックだといつでも履くことができると思うよ。ファッションシーンのみの利用だったらベージュが一番人気あるみたいだね。そういうことか。自分はビジネス用の革靴はすでに持ってるから、ワラビーはベージュを買う予定でいるんだぜ。それにしても、なんで最近になってワラビーが再熱したんだ？有名人がこぞって着用したから流行ったとか？それもあるだろうけど、ワラビーのミニマルなデザインは幅広いスタイリングに順応する上に、タイムレスジェンダーレスだから、時代に合わせてここのスタイルに絶妙に溶け込むシューズとして急に火がついたんだろうね。謙虚なデザインのアイテムは一過性の流行として終わってしまうことが多いけど、ワラビーは普遍だからこそ、どの時代でも愛される可能性があるというわけだな。今日の流行が落ち着いたとしても、また30年後にはビッグトレンドになってそうなんだぜ。あとは、若者を中心に人気のあるブランド、例えばツヤシプリームといった人気のブランドとのコラボレーションにより知名度が上がったのも関係しているだろうね。80年代から90年代付近も日本で大流行していたから、いわゆる親世代も現在のリバイバルに胸を躍らせている人が多そうだよな。そういう意味では、非常に幅広い世代を熱狂の対象とすることに成功していると言えるんだぜ。ちなみに、クラークスのシューズでよく使われているクレープソールって何なんだ？公式サイトの商品詳細を見ていると、かなりの確率で採用されているソールなんだぜ。クレープソールは、ゴムの木から採取できる樹液を固めた天然ゴム素材のソールだ。このソールにはメリットデメリットがあるからちゃんと話していくぞ。まずはメリットからだけど、クレープソールを使ったシューズはとにかく柔らかい履き心地が最高なんだ。むにゃむにゃとした柔らかいクッションは、他のどんな靴でも再現できないと思うね。もうこれだけでクラークスのシューズを選んで OK と言ってもいいくらいだ。むにゃむにゃとした柔らかいクッションか、どんな履き心地なのか実際に試着したくなっちゃうな。ただ、これが一番のデメリットだと思うんだけど、天然素材なだけあり、半年から1年で硬化していってしまうんだ。それでもビブラムソールとかと比べれば柔らかいんだけどね。最初はびっくりするほど柔らかい履き心地だけど、徐々に硬化しちゃうのは残念だな。クレープソールが硬化しても履き続ける人は多いんだけど、気になる人はソールだけ交換する人もいるようだね。修理が効きやすいのはメリットなんじゃないかな。修理代は、ソールを丸々交換すると1万円を超えちゃうから、それだったら新しい靴を買うって人も多いと思うんだぜ。難しいところだな。他のデメリットとして、極端な温度に左右されやすいのも挙げられるね。例えば、真夏のアスファルトの上を歩いたらソールが熱せられて溶けてしまい、ベタベタとしてくるんだ。長く履いたらグリップ力が低下し、雨の日には滑ったりもすることがあるから要注意だね。夏場に履くのは注意が必要ってことだな。天然素材のソールなだけに、取り扱いに注意が必要というわけなんだぜ。それでもここまで愛されているのは、デメリットを超えるロマンがあるってことなんだぜ。そういうことだ。デメリットを理解した上で、クレープソールの履き心地は変えがたいという愛用者が多いからね。一度試着してみるべきだ。ちなみにワラビーには、天候に左右されず幅広いシーンで活躍するゴアテックスモデルもあるよ。クラークスのシンボルでもあるクレープソールのデメリットが気になる場合は、こういうモデルをチョイスするのも全然ありだね。つい最近販売されたビームスの別注ワラビーもゴアテックスとビブラムソールを採用したモデルだったよな。ビジネス用途でもワラビーを使いたい人は、天候に左右されないこういうモデルを選ぶのがいい気がするんだぜ。ブラックレザーのモデルも見逃せないね。快適さに加え、革靴の醍醐味も堪能できる一足で、同じ黒でもツヤのある表側になればグッとドレス感強めな顔立ちになるな。綺麗めなワイドパンツやスラックスに合わせてみたいアイテムなんだぜ。クラークスはレザー系のアイテムもかなり出しているから、チェック必須だなこや。さて、次に紹介するのはクラークスの象徴にして、カジュアルシューズの原点でもあるデザートブーツだ。ワラビーよりも若干ドレッシーな仕様のアイテムだね。歴史に名を刻む、原点にして普遍的名作なんだぜ。デザートブーツも、ワラビーと同じく 2.5 万円から3万円程度の価格帯となっているんだぜ。肌触りの良い上質なスエード素材、そして使えば使うほどに経年変化が楽しめるレザー素材、どれをとってもクラークスらしいこだわりを感じることができるね。ブーツにしてはリーズナブルだから初心者でも気軽に手を伸ばせるアイテムなんだぜ。長く愛用するほどに味が出るスエードアッパーも魅力的で、時間をかけてじっくりと育てたいって思っちゃうんだぜ。ただ、デザートブーツのアッパーに使われているスエードは水分が染みやすく、汚れがこびりつきやすいのがデメリットだね。履き下ろす前に防水スプレーで防護加工を施したり、ひびまめにブラッシングしたりと、細かくケアしてあげることが重要だね。シューズの寿命はひびのケアで大幅に伸びるもんな。では今から、実際にクラークスを着用している有名人のコーディネートを軽く見ていこうか。まずはデイビッド・ベッカムだ。白シャツ黒デニムにキャスケット、足元はクラークスのデザートブーツというシンプル大人コーデだね。キャスケットとブーツに同系色のベージュカラーを合わせているのがグッドだ。ベッカムは普段からクラークスのシューズを愛用しているようだぜ。
両写真ともワラビーを着用しているんだぜ。こうやって見てみると、ワラビーはカジュアルに着こなすのに一番馴染むアイテムだと思うんだぜ。次に紹介するのはアメリカの大スタードレイクだ。T シャツとパンツはブラックでまとめて、足元はベージュ、ジャケットはミリタリーカーキという真似しやすいコーデだね。ストリートコーデにもうまく馴染んでいるんだぜ。全体のコーディネートをクラークス含めてシンプルにまとめ、そこに時計などのアクセサリーを取り入れるコーディネートが一番好きなんだぜ。参考になるなぁ。お次に紹介するのはジャスティン・ビーバーだ。クレープソールのワラビーに、デイジープリントの半袖シャツハイウエストのスラックスを合わせたコーデだね。タイトなコットンのタンクトップに派手シャツを合わせるというスタイルは、世界のジャスティン・ビーバーだから様になってる気がするんだぜ。あと2年で創業200周年の節目を迎えるクラークスは、これからも話題になることも多いと思うから、当チャンネルでは積極的に取り扱っていくぞ。ということで今日も、ご視聴ありがとうございました。